小さいのでね、ちょっと心配してるけど、その前、渡辺に聞いてるよ。1枚くん、君。ああ、ありがとう。これいただいた。あ、これいただいた。これ、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 今新横浜早いから、新横浜早いから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 100キロどうすんの大変だよ。ソシャゲッターやろうかということで、計画はしてたんですよ。で、まあ、今回まあ、申し訳ないんだけど、あまり遠くの人は声かけなかったもんですから、とりあえず本田家のメンバー10、まあ、13名、14名使ったところに座ってますね。で、ことになりました。で、今日はまあ、私らも若い時は先生にね、全部お世話になって、本当に、おうし、そのもの。まあ、今日もいろいろ話が弾むかと思いますけども、まあ、時間の許す限り、歓談していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そのままです。ちょっと高いです。今日はたくさん集まっていただいて、私を囲む会ということで集まっていただいたそうで、本当にありがとうございます。50年も前のお付き合いだったね。50年前のお付き合いだったのよく忘れないで覚えておいていただいたってことが一番感激です。大概途中で忘れちゃいますよ。この間ちょっと用事があって一緒になったんですけど、ちょっと名前見たら大体分かりましたよね。で、大体その性格とかこういう子供だとかっていうのはね、子供とはね、だからやっぱり50年経っていてもその時の印象っていうのは覚えてるもんですね。自分でも、よく覚えてた。自分にも感心したぐらいなんで、本当に今日はありがとうございます。それで、これから会が始まると思うんですが、どなたも5分間スピーチで、どなたちょっと結構長いですから、結構お話ができると思うんですよね。まあ、今まで50年過ごした、過ごして印象が強かったとか、非常に大変だったとか、悲しかったとか、いろいろお話ししていただいたら嬉しいと思います。本当にこういう会を開いていただきありがたいです。ありがとうございました。先生から時間いただいてますんで、後で回しますんで召し上がっていただきます。それでは乾杯をよしんちゃんやってもらって、みんな準備してもらって、そのところで話をしてもらいますので、これで乾杯やってやる。で、今日は吉田佐藤さん、大森佐藤さんのところでわざとやることにしましたんで、ライトビールか。いくらが、じゃあ飲んだれか。じゃあこれのついで。はい、ありがとう。これ。
開けた。はい、ありがとう。まだまだ。ちょっと前も。慌てない。乾杯は。じゃあ終わったわ、こっちは。いや、今日は本当にいい天気で、ぽかぽか夜、春の夜で、本当、皆さんのその日の行いが非常にいいと思います。先生も本当、お健康で、これからも皆さんのご健康を祈って、乾杯させていただきます。乾杯。はい。